ちょっと西本ちゃん。うん。西本さんも、もうすごい酔っ払っちゃって。もう酔っ払っちゃったの。うん。お仕事お疲れ様。ね、今日も早かったんでしょう。いやー、ね、ほんと、もう、いつもお疲れ様で。いつも疲れてんのに、もう、うちの店来てくれて。おい。でも、私に、そんなに会いたいな、私に。うっせぇよ、お前。うっせぇよじゃねえよ、あんた。いつ、うん、いつお前、あれ、外で、うん、まあ会えるんだよ。外で会えるんだよって、ちょっともう、やだ、もう、なにお前。全然お前、俺に時間作られないだろ。いやいやいや、私だって、もう私だって忙しい、その、西本さんだって忙しいじゃん。だからさ、なかなか仕事合わないでしょ。だからそれもう、ちょっと、ねえ、今度絶対。ね、いや、お前、毎回そういうよ。毎回そうと、それもう、ごめんなさい、もうスケジュール合わないからさ。で、今度合わせよ。ね、今度合わせ。もう約束破ったら。約束、はい、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 約束、ね。約束破ったらどうすんだよ。約束破ったら？え、約束破ったら、どうしようか。ね、じゃあ、さ、もう、お嫁さんになっちゃう。いや、お前、面白くねえよ、お前。ちょっと、ねえ、でも、今度絶対ね。うん、ちょっと待ってね。うん、ごめんね。うん、なんて、あれ、あ、いらっしゃい。全然面白くねえ。いらっしゃい。あ、三谷さん。なんなんだよ。久しぶり。座って。こっちこっち座って。うーん。生でいい？キャバ嬢にしよう。はい。生用心ね。あ、嘘。ケンスケ？ケンスケ来てくれた？ちょっと久しぶりだね、あんたも。どうしたん？座って。座って、うん。あ、そう、地元帰ってきた。あ、そう。じゃあまたここからなんかちょいちょい来てくれるの？来てくれる？あ、そう、毎日来る？毎日は言い過ぎやろ、あんた。ちょっと、ちょっと待って、ね、みなさんもちょっとビール持ってくるからね。ちょっと、何も急に嬉しい。あ、ずいそうっしな。ちょっと待って、そんな、嬉しいこといっぱいさ、みんなさ、集まってきてくれて、本当嬉しいよ。うん。いやいや、お前いつだか、アフター行けんのかよ。何？アフター行けんのかよ。アフター今度ね、今度行くから。はーい。ケンスケと、ケンスケがこっちね。はい。あ、三谷さん、こっちね。はい。はい。すごい久しぶり。三谷さんとケンスケ、知り合いなの？あ、そうなの？家が聞いたかった。あ、そうなんだ、すごい。ちょっと待って、ね、ママの年ってちょっとやめてよ、まあ、本当に。いらっしゃーい、いらっしゃーい、いらっしゃーいって言ってるの、ま、スナックだろ、これ。ちょ、ゆうすけ、キャバクラじゃねえだろ、お前。ちょっとね、店出迎えやん。久々やね。出迎えねえぞ、お前、店で。まだ見るの仕事してんの？キャバ嬢呼ぼう。指名されたり、お前、そうやってフリーで入ってさ、わかる。ナンバーワン。ボーイに呼ばれてさ、行くの。そう、自分からいらっしゃいって迎えに行くところも、スナックとかじゃない。あれ、すいません。西本さんってさ、今どこ住んでんだっけ？西本さん、なんか、多分、三谷さん近いよ。三谷さん、西本さんどこ住んでんだっけ、今。幡ヶ谷で、三谷さんは幡ヶ谷だよね。あ、三谷さんも幡ヶ谷だって。あ、そう。そう、どうも。幡ヶ谷の。ねえ。あ、どうも。武蔵野のとこの路地入ったとこ、武蔵野のとこ路地入ったとこね、すごい近いよ、だから。あ、そう、近いですよ。よかったら、お仕事とか一緒にしたらいいよ。ね、だからね。うん、そうしたらいいじゃん。うん。そうですか。ちょっと待ってね、ごめんね、忙しいね。
あ、仕事もここら辺近辺なんですか？もしもし。そうなんですか？生の樽を。あ、じゃあ、暇な時だったらまた。10。飲み。あと、そうね、チャミスルを。まあ、忙しいんだよね。5ケース。チャミスル5ケース。で、山崎5ドル。一人で回してるらしいですよ。山崎5ドル、10ケース。で、そうね。そうね、でお皿いっぱい割れちゃったんだ。そう、この前、旅行が暴れてお皿いっぱい割れちゃったから、お皿100枚、お皿100枚って言われて、で、それでいいかな。あと、カシューナッツ。そうね、カシューナッツはもう結構食べてるから、50キロでお願いします。はい、はい、お願いします。うちまでしなきゃいけないのも、はい、ゆうすけ何？お腹すいた？まともなキャバ嬢いないやん。いや、その、ピーナッツとかだったらあるよ。ナッツ系だったら。そうじゃない。野菜炒めがいい。わかった、ちょっと待って。何もうわがまま、もう。もう大変、もう。もう。忙しい、もう。ねえ、石本さんは、今日帰らなくていいの？まだ、ここ酔っ払ってんじゃん。いやいや、今日、大丈夫よ。大丈夫？まず大丈夫。家で彼女とか待ってんじゃないの？彼女って年じゃねえだろ、よく見てみろ、お前。嫁さんいるを何回も説明しただろ、お前、そう覚えろ。何やぞ、あんたさ、その割に私のことばっかずっとくどいてさ。いや、だから、この町じゃ、まあ、お前ぐらいしかいねえだろ。はい、ゆうすけ！ゆうすけ、いっぱい食べな。はい。ね、野菜炒め、ね、簡単にだけどさ、ちょっともう本当にもう私だって飲みたいよ。ねえ、西本さんね、はい、西本さん、ね、来た、ねえ、西本さん来たよ。ねえ、いやー、本当にもう、ベロベロじゃん、もう。もう普通に喋れる状態じゃない。どうだった？三谷さんと仲良くなりそう？ね。あ、三谷さん。三谷さんすごい。あ、でも三谷さんもいろいろ喋ったから。本当？三谷さんすっごいもう社長さんだから。あ、だから社長さん。仲良くなってたら本当に絶対仕事いっぱいもらえるよ。よかったね。よかったね。ちょっと待ってね。ねえ、ちょっと、ケイ、あんた、あんたさ、誕生日じゃなかった？誕生日だったよね。絶対そうだよね。おめでとう。あいつ、日本であんまりいないじゃん、ここまで一人でもあれ作るやつ。なかなかね。まあ、見た目じゃどこも勝負できないな。見た目じゃ。この街があってんだろ、街が。やっぱり、だから、あいつのマックスでもなく許してくれる。だから頑張ってるところが、まあ、な、待てるもん。全然待てる。ちょっと俺も腹減ってきたな。腹減った？で、なんか作ろうか？いや、俺帰り道ちょっと待ってね。今びっくりした。ね、誰か入ったよね。トイレ、今びっくりした。誰か入ってた。ちょっと待ってね、掃除する。ちょっと待って。誰入った？もう。ケンスケ、あんた入ったでしょ、あんた。もう。ケンスケ、あんた、何ちょっと、何食べたこれ。え昼これ。え、なんだこれ。え、なんか、冷やし中華か。この感じは冷やし中華かな。キュウリとハムと、ゲロ見て、その、しわれになっちゃうんですよね。ちょっと、俺の売り上げなんだからな。ね。そうですよね。俺の売り上げなんだから。ああ、もう、皆さん、行ってる昔、今日は嬉しいよ。今日本当に、今日、ああ、来たよ。ねえ、もうちょっと、ごめんね、もうバタバタしちゃってさ。いや、もういいわ、別に。もういいのじゃあ、もうお会計しなきゃ。タバコ何がいい？あ、こう同じでいいの？ちょっと待って、買ってくる。ここで買ってね。あれですね。やっぱり最近ケーキやからね。だからこの店はね、倉本さん、ベロベロ。
クラマさん、クラマトさん、まあみんな居酒屋来るんで、これ、ね、ちょっともう本当に大変、もう姉ちゃんもクラマさんがベロベロだから、ね、そんな気にしなくて、こう押し越した？キャバクラのそこで押し越した？女の子に対してだから押し越したらダメだろ、俺なんかこう出してあげなきゃ、おいおい、先輩この子はここでションベースの事件だろ、おい お金を落としてあげたいです、何だよ、お前帰るな、押しの子とか帰るよ、だからそういうのつかなくていい、お前できんだよ、まあ考えなくていい、できんじゃない、うん、ションベースじゃダメだろ、他の客に迷惑だろ、あいつもだからああいう弁償だよ、弁償、用心棒のね、変わり、あ、用心棒もやったやつ一人、ごめんね、みんな、ああすごい、おしっこ臭いね、今おしっこ臭い、すごく変なおしっこ臭い、ちょっともう消臭消臭消臭しなきゃ、うーん、いやー本当にもう俺おしっこ臭い、ちょっとグラモさん大丈夫、ちょっともう送ってく、ちょ、送ってくれ、こんなこと、みんなごめん、居心地いい、みんなごめん、ちょっと待って、居心地がいいから、ちょっと待って、あの、倉本さん送ってくる、あ、なに、倉本さん送ってくるから、うん、ちょっと寂しい、どうしたの、いや、みんな寂しいと思うから、ちょ、これ置いとくね、ちょっと繋いでくから、繋いでくから、ちょっと置いとく、それでなんとか、なんとかみんなでも回さなきゃ、私いなかったら会話回らないでしょ、倉本さん行くよ、ほら、なんで、回るもあるんですよ、どういうこと、倉本さん今、車で送ってるってこと、三谷さん仕事どんな感じ？あ？ん？三谷さん仕事どんな感じ？あ、これ携帯こうつながってるわこれ。お孫さんもできたって聞いたよ。三谷さんこれ。三谷さんこっちオッケー？あ、これ三谷さん、はい。そうそうそう、そっちそっち。三谷さんこっち。西本さん、もう西本さんが電話でこうね向けても、もう逆に西本さん回しみたいな感じになっちゃってるけどごめんね。いやあ、ね、ケンスケ地元帰ってきてなんか誰かあったん、誰かやったん、ユミあった、ユミ、ユミケンスケ東京行くとき寂しいって言っとったよ、クマさん、え、ボトルですか、入れたいんですか、東京離れるとき寂しいって言っとったよ、ボトル入れるんですか、ケンスケさん、あ、でもあいつ今いないから、でもそれは無理かもしれないですね、で、あ、ケンスケさん、あ、ボトル、うん、ボトル入れる？あ、いいよいいよ、ちょっと、うん、自分で取りに行っても大丈夫よ、あ、自分で、あ、自分で取りに行きます、自由に自分で取りに行きますか、うん、それも自由に、あ、はいはい、大丈夫、ああ、ケンスケ、ケンスケ、もうつく自分で取りに行ったよ、うん、自分で取りに行った、あ、クラモトさん、クラモトさん、あ、入っちゃった、クラモトさんが、あ、クラモトさん入っちゃった、そう、あいつ運転しながら店回してるやつ、会話ですごいな、え、はいはい、はい、奥様、どうぞ、もうベロベロになっちゃって、はい、お願いします、お願いします、はい、ごめん、皆さんもうすぐ帰ります、ね、お店の窓女帰ります、ただいま、ただいま、ただいま、ごめんね、本当お待たせしちゃって、忙しいやん、もう忙しくて忙しくて、あ、大変大変、あ、ごめんね、これありがとう、うん、さてさて、あ、忙しいね、ねえ、でももう帰るあんた、うん、うん、帰る、うん、ねえ、まあ、もうあかんな、もう本当にもう、あ、みんなもうねえ、まあちょっとみんなもう今日遅いからさ、もう帰るな、うん、うん、はいはいはい、みんな家族もいるんだろうからさ、はいはい、ありがとう、あ、これちょうどありがとうね、うん、また疲れる、うん、ケンスケも、あ、うん、ケンスケいい、帰ってきたばっかだから、もうちょっと今日ごちそうしちゃう、はい、オッケー、ユースケも、うん、ありがとうね、ちょうど、あ、よかったよかった、なんちょうどかでもうついて、もう大変だからさ、もう、あ、ジョーさん、ジョーさん、あ、じゃあ、あれね、ユーザーのカードでよかった、カードで、ね、カードよかったね、いや、いつもカードで、ありがとう、はい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 、ちょっとね、よしよしょいる、よしよしょ、あ、よしよしょいるね、いつもいるね、はい、はい、はい、じゃあ、もう今日もありがとう、はい、はい、はい、ちょっと今日もありがとうね、あー、もう、本当にみんな遅くまでありがとう、うん、うん、うん、はい、じゃあ、よしよしょありがとうね、はい、はい、じゃあもう、帰ろうかね、はい、みんなありがとう、あ、バイバイ、はい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 、気をつけて帰って、ね、大丈夫、はい、大丈夫、はい、ああ、とっとっとっと、うん、はい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 、置いてくね、これキープしとく、キープしとく、はいはい、じゃあ、はい、また来てよ、ね、今度じゃご飯行くよ、ね、うん、はい、はい、ああ、やべやべ、
もうちょっと欲しいな。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。